さてと、1階にも飲食店があるみたいだな。ビンガーターゲット、ネットの画像で見た通り結構かわいいじゃん。よし、弟子よ。ここは師匠である俺がお前に。へい、そこの彼女ちょっと君かわいいから声かけなきゃと思ってさ。よかったら俺とお茶しない？お茶は、それなら俺こう見えてフットサルが好きでさ、これから近くのコートで練習するんだけど見に来ない？実はここ来るの初めてでさ、カフェがどこにあるか教えてくれないかな？あれだけ玉砕だが、あとは思う。前にお会いしましたよね。好きなんですか？私も好きなんです、ここのオムライス。その顔はひょっとして知らないんですか？セントラル病院であれほど飲み物に対して可能性を示したあなたともあろう人が、あげかわしいです。いえ、それも違いますね。良いものを知らなかったからといって、そのこと自体に罪はない。知らなかったのなら、これから知ればいいんです。今度は私があなたに、ここのオムライスの一番のポイントはですね、独自の濃度に調整されたホイップクリームで作られたバターが使われているという点です。そのバターをたっぷり使ったプルプルのオムレツが、固めのチキンライスの上にあなたにもありませんか？前でプルプルと揺れている食べ物を見て、よりここでは思いっきりその欲求を満たすことができるんです。その光景をたっぷりと堪能した後、口に、どうやらまだ分かって、やはり百聞は一見にしかず、ね、一色にしかずです。一緒にどうですか？
あなたのおかげで足りずれ以上じゃないと頼めない。超ありがとうございます。あ、ごめんなさい。はい、もしもし。あ、リエさんですか。いえ、すいません、呼び出されてしまって。本当は、いや、やりやがったな、畜生。なんだよ、お前いつの間にあんな上級者を落とせるテク身につけてたんだよ。あれか、俺の背中を見て覚えたってやつ。初めて見た時からお前はできるやったって思ってたぜ。で、どうよシリア、連絡先聞けたか。次に会う約束は。どうした？これがオムライス超絶。あの、どうせ私だけが食べるのでは申し訳ないです。今日はあなたにここのオムライスの素晴らしさを理解してもらうのが目的ですし、私だけが食べるわけにはいきません。おいしくないですか？ユーゴから話は聞いています。私のアカウント必要なんですよね。実はだから、アカウント大事に使ってくださいね。さあ、いよいよ。いやー、まさかユーゴが先に話をつけていたとはな。それなら最初から普通に話しかければよかったな。いやー、どんまいどんまい。あー、そうだ、リュウジ、お嬢の様子はどうだ。あれからだんまりだ。あらら、すっかりご機嫌斜めか。
ともあれ、アカウントは手に入った。サーバ侵入を始めるぞ。つってもよ、標的のデータの目処はついてるのか。いや、ユーゴからの依頼は岸辺リエとハッカーだから、今回は上城のメインサーバーであるアバロンサーバー。なるほど、網を張ってサーバー内でやり取りする。まず俺と千歳がこっちの端末から陽動を仕掛けてサーバー内のセキュリティをかく乱させる。その間にお前はエデン内からサーバーへ侵入して、これでより機密度の高い情報が集められるようになる。なーにうろたえてんだよ。今回の作戦じゃ一番簡単な仕事だぜ。陽動やサポートは高度で熟達したハッキング技術が必要だ。しかも相手は天下の上城様、サポートはお前にはまだ無理だって。新人を卒業するにはいい機会だ。やってみろ。本来はログインする際にアバター情報の更新が行われるが、今回はそこをスルーできるよ。多少の違和感はあるだろうが我慢しろ。大丈夫だって、お前結構根性あるんだからさ。持ち場につけ。準備ができ次第合図する。オッケー、位置に着いたぜ。始めろ。顔がにやけてる。どうせ君に言われなくてもちゃんと休んでるよ。分かってる。中に侵入したら外部だから。ラームマンも一緒。分からないことがあったらよろしくね。任せて。エリカの記憶からついでに喋り方も。そういうことだから、詳しくはその子に聞いて。あ、そう。ラムも、その子がアバターに変なことしないように。はーい。って、変なこと。
の人が神城の幹部騎士ゆうこちゃん、こんなところでな、もしかあら大した用事じゃないから気にしないでって、もうゆうこちゃんからなんて、うん、ゆうこあなた誰がで、それなら今日のお約束はキャンセルしよう。なんとかだね。あいつがせ、待って、倒したらマルウェアとしてエリカと同じようなサポートに、ほらほら、you
人が神代ゆうこちゃん、今度もしかしてあーそれで、うん、そうよね、なんちゃってあなた疲れなで、それなら今日のおWhat?
せや。
Yeah.